AI を手軽に使い楽しよう。文字も画像もサクッと作る。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。デジタルで便利なサービス、そう言うと AI と答える人が増えました。既存のデータをコピーしたり、定型的な受け答えをするわけではありません。学習したデータをもとにゼロから作り出す AI、つまり生成 AI ですね。しかし、生成 AI を提供しているサービスが多いので、どのサービスを使えばいいのか迷ってしまう人は多いようです。それなら、マイクロソフトコパイロットを試してみてください。Windows 11に搭載されているコパイロットをアプリ化したものですから、文書の作成や文書の要約、画像生成を手軽に行えます。さらに、専門のプラグインを導入することで、音楽を生成することだって可能になるんです。スマホやタブレットで、強力な AI を使えるようになりますから、日常で困った時にはぜひ活用してみてください。今回の短歌は、画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。また、デジタル教室では、アプリやパソコンの使い方などの情報を、ウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、短歌部でした。